親愛なる家族の皆さ、アセンションの話は古くからあるものです。あなたはそれについて多くの異なる見解を聞いたことがあるかもしれません。それでも本当の話は、どんなに嘘をつかれても世界の一部がこのプロセスを阻止しようとしたり、この情報を避けようとしたりしても、消したり隠したりすることはできないのです。人類のアセンションの本当の物語は否定することはできません。消すこともできません。なぜならそれはあなたの人間の体の中にあるからです。この惑星にだけ今のところ宇宙の物語の聖なるコピーが70億個あります。あなたが今思い出していることの一部はあなたの深い記憶から生じようとしているのです。あえてこの中心的な方向を開いて、内なる探検家や真実の考古学者になってください。何世紀にもわたって真実が書き込まれてきた石や骨から埃を取り除く時が来たのです。あなたを取り囲むすべての人に光を当ててください。もし何から始めたらいいかわからない場合は、あなたの意図を使用して望むことを声に出して述べ、あなたのガイドに援助を依頼してください。もしあなたが根性や他の多くの過去の人生の記憶をたどることを望むなら、多くの宝物が誤った情報の砂漠の砂の下にうずもれていることに気づくでしょう。これらの宝物が明らかになれば、この壮大な宇宙の目的を明確に把握することができます。この宇宙にはそこに住む存在の数だけ何百万何千兆という目的があります。ですから実現すべき様々な使命や夢があるのです。しかし同時に一つの共通の目的もあります。それは命の経験です。神聖な知性はあなたを通して自分自身を経験することを望んでいるのです。意識とは表現、拡大、発見です。これらの宝物を掘り起こし始めると、隙間を埋め点と点をつなぎ、あなた自身の人生の本当の目的を描き始めることでしょう。そしてあらゆる困難やおそらくネガティブな経験を通して、自分が本当に望むものを経験するためにいかに多くの巧妙な方法が与えられてきたか発見することにもなるでしょう。そして正しい場所にたどり着くために、どれだけ多くの思いがけない旅をしてきたか、またどれだけ多くの未知の旅をしてきたか、あなたがその道で見つけた多くのガイド、あなたが参加した多くの神聖な行動によって、こうしてあなたの現実の視点は新しい意識と高い周波数の状態へと移り変わっていくのです。深呼吸をして自分の内なる宝物を振り返るとき、あなたは自分の存在の全体性を理解することができるでしょう。過去を受け入れ、元気の出ない行動を断ち、自分自身のことを受け入れることができたとき、あなたの内なるエネルギーは動き始めます。そして胸腺の周辺、第4チャクラと第5チャクラの間にあるチャクラセンターが開かれるのです。ここを通じてやがて神経系が開かれ、正しい情報が流れてくるようになります。もしあなたがこの神聖な情報を受け取るのに最も適した状態になりたいとしたら、まず自分の体を再生し、自分を大切にし、無条件の愛に移行することから始めると良いでしょう。あなたは教えられてきた以上の存在です。つまり光の家族の一員であることを受け入れれば、この情報を理解し、その先を見て創造主の本当の意図を把握し始めることができるでしょう。このことはあなたの人生に大きな影響を与えます。あなたは神がすることを行い始め、神が行くところに行き、神が行動することに基づいて行動します。あなたの人生全体が光に導かれ始めるのです。
銀河系の存在たちは光と協力することで何が達成できるかを理解しており、彼らの計画は慎重に計画されたものでした。そして数十万年の間、これらの光の存在たちはこの計画を実行するように訓練されてきました。この計画の一部にはいずれ創造主から送られてくる宇宙的な衝撃に備えることも含まれています。アセンションのための基礎を築くために多くの献身と準備がなされてきたのです。この計画を実行に移す前に学ぶべきことがたくさんありました。光の守護者たちは光、つまり知識をその光が歓迎されない現実に持ち込もうとしたのです。あなた方はこの運動の重要な一部となるためにこの世界にやってきたのです。計画を実行するために、そして光の意識と一緒に働くために来た皆さん、今がその時です。あなたがする必要があるのは、神のエネルギーがあなたの体に入るのを許し始めることです。この高い周波数で振動し始め、過去の事故の通過点、肉体にあなたを閉じ込めている感情的なエネルギーをクリアにしなければなりません。自分自身を観察してみると、あなたの体内神経系の神経と同じくらい、たくさんの内なる道や高速道路を見つけることができます。意識が拡大するための道は何百万、何兆もあるのです。あなたのこの社会は一番身近でやりがいのある、刺激的な部分をあなたに知らせないように、とても巧妙に設計されていることに気づくでしょう。彼らはあなたに、あなたの内なる世界の道を探求してほしくないのです。その時、唯一の真実は、あなたの内側にあることを忘れてはいけません。光の守護者として、あなたは新しい現実を創造しようとしています。あなたが自分の真実に自分自身を開くなら、他の惑星もそれに続き、地球上で普遍的な意識が達成されるでしょう。そして、一人ではないことを忘れないでいてください。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。